はい、アレノンです。はい、ということでね、今日からゴートシミュレーターだそう。ゴートシミュレーターをやっていこうと思います。ということでね、まずなんでかって言ったら、まあ安くなってたっていうのと、あと、なんとなくやりたかったっていうので買いましたということでやっていきましょう。で、1時間弱プレイしたんですよ、そう。なんで実績も多分、そう、結構開きました、ほら。なんであと3つですね。まあ、そういう攻略系じゃなくて、まあ、ただただ遊ぶ感じのゲームでございます。ということで、正直言って、移動が難しい気がする。おい、お前何してんだよ、お前。ということで、このゴートシミュレーターはね、まず真ん中のこれ、その、はい、タックルじゃねえわ。突進をすることができます、こうやって。こうやってじゃねえな。はい、こうやって突進をすることができます。で、そしてですね、あと、ちょ、音がでかい気がするね。で、あとですね、はい、これジャンプね。で、ここのね、右上のボタン、なんだかわかりますかでし、な、なんだかわかりますでしょうか。舐めることができます。え、なんで？ということで、舐めたら持っていくことができるんですね。こうやって、ほら。持っていくことができます。ということで、爆発させちゃいましょう。ということで、何これ？おー、びっくりした。一番左のボタンあるでしょ？これがなんか、ヘロヘロになるっていうやつ。はい。これはなんであるかわかりません。ということで、なんだここ。舐めたる。あ、違う。舐めるたるか。これ舐める。これ舐めれる。舐めれる、これ。舐めた。食べた、お前。お前食べた？大丈夫か、お前。おー、びっくりした。何、お前。どうしたの？え？え、全部舐めよう。はい。はいはい、全部舐めます。全部舐めよう。舐めよう、ほら。舐めの方全部。どうなんの？え？え、こんだけ、もうバランス悪。半端なくバランス悪。ドントタッチね。さ、ほら、行け、ほら。でかいとマジ気持ち悪いんだけど、これ戻せねえの？え、戻せねえ感じ？これ、やばいな。ちょっと俺、そういうのちょっと嫌だわ。苦手、こんな感じの。1時間弱って言ったのはね、どっかにはまってしまって動けなくなったんで、もうやめましたって感じで。何してるんだ、お前は。宙に浮きながらのプロポーズって最高じゃねえか、この野郎って。こういうものを見るとムカつきます。ということで。でも、これちょっと見ておいてください。俺一回これ見たことあるんですけど、これ確かね、一定時間経ったらまたこの状態でね、ほら、戻るんですよ、さすがですね。これ言われてんのかな、誰かに。で、お前そっちの方向じゃなくね？そっちの方向じゃなくね、お前どこに向いてやってんの、お前。お前そっちの方向じゃなくね、俺にしてんのか、おい。俺にプロポーズなんていいやつだな、この野郎。あ、ごめん、ヤギと人間との力はちょっと違ったよね、って。そう、ドリフッティングしてるバカ野郎、お前。田舎者に所有されたって、なんで？車に惹かれたの田舎者に所有されたってどういうこと？だこれを舐めて持っとけば、惹かれた瞬間に爆発する。ちょ、待てよ。いける！よーし、あれ、なんで？いける！いた！なんだここ。あ、トランポリンあんじゃん。トランポリンね。どんぐらい行くのかな？というか、え、どういう風にジャンプすればいいの？普通にこのままでいいのかな？あ、いい感じでね。よし。いけるぞ。おー、高いね。高く飛べますね。で、これ、え、これやる意味ある？これ。よいしょー、痛い。あ、何？バツって何？お前、え、カモフラージュしてんじゃねえか。お前、岩と同じ色じゃねえか。なんかねえかな。あ、またここにもトランポリンあるし。というか、え、トランプリン大国これ。あ、トランプリンじゃねえや。トランポリンだった。ごめんね。あー、なんでよ。飛べる。飛んだ。わーおー。うわ、何が起きたの？今何が起きたの？スキルショットって。完全に見てなかったわ。ということで、あのね、このゲームシミュレーターって言ってもね、ただヤギが暴れるだけなんですけど、そう。何してんのあいつ。え、なんかプールの天使館みたいになんか座ってるけどさ、ただ家だからね。しかも家って言っても壁ねえ家とかどういう家だよ、この野郎。あーっと！え、強っ！お前超人やん、超人。やば。あ、ガソリンスタンドあるじゃん。あとガソリンスタンドって爆発するかな。てか、爆発ばっかり求めてんじゃねえ。おお、すげえ。マイケル・ベイドッカーン。誰それ？マイケル・ベイって誰だよ。わお。なんか、ヤギの上に乗せられるみたいで、人間を。なんで、それがしたいんですけど、どこですればいいんかわからないのに。多分ここじゃないんですよ。てか、適当にやっとけば。てか、お、大丈夫か？あ、バカ！こっちに行ったら多分、新しい街に行けるんだよね。確か。なんだここ。とか、今、いかにも怪しい黒いやついたんだけど。捕まえろ、ほら。お前、どこ行く気だ？あいつ、この野郎。どこ行く気だ？おい。
じゃあついていってみましょうか。どこ行く気なんだ君。おい、マジ何してんのお前。ランニングコースにしてはすごい急だよここ。大丈夫かお前。おい大丈夫か、家に帰るのかおい。家に帰るのかって、壁じゃねえかここ。お前何しと。これもトレーニングに行かんってかおい。あ、観覧車ね、観覧車乗れねえかな。あっち遊園地なのね。あー、そういうことか、わかったわかった。遊園地にでも行きましょうか。うるさ。うるさ。やべえ、うるせえ。あ、うるさいもんか、そんな。なんでと、そんな飛んだ？お、こんなとこにすげえ古いゲームあんじゃん。あ、やってるやってる。てか、うるさいね、これ。こんにちは。なんでちょっと、一緒にちょ、やってるとこ見たかっただけなのに、ちょっと、ごめんね。これあれじゃん。上に乗ってさ、なんかすごいさ、なんかするやつ、そう。表現ができない。ごめんなさいね。乗ろ乗ろ。乗ろ乗ろ。あ、なんでなんでお前が乗るなや、おい。下ろすことどうすんの、どうやって下ろすのこれ。あ、じゃ、またおんのか。あ、双子やん、これ。双子発見しました。マッキーに似た双子。マッキー原信二ね。ドン。あ、これ乗れねえかな。これ止まってくれねえか。乗りたいんだけど。乗りたい。あ、乗れた、乗れた、乗れた。あ、ちょっと待って。あ、なんでなんで乗りたかっただけだって、ちょっと。でもこの辺で終わろうと思います。ということで、多分これは単発実況になるかなと思います。まあ、やる気が出たらというかね、やる気になったらね、うん、またこれはしようと思います。ゴートシミュレーターね。何怒ってんだ、お前らこの野郎。ということで、はい。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ということで、評価もね、まあ低評価でもいいから何でも評価してください。はい、自分の思った通りね。ということで、それでは、さよなら、バイバイ、バイバイ、どういう動きしとんの、お前、ちょっとやべえよ、お前。